はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴマインクラフトの滝のふもと21134です。中には部品の袋が8つ、パーツは729個です。そして説明書が2冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。
い、完成です。まずはスティーブです。一見すると防具は一切つけてないように見えるんですけど、よく見ると足の部分キラキラしてるので、もしかしたら鉄のレギンスを履いてるかもしれません。手には釣り竿を持ってます。ちょうど釣り上げたとこみたいですね。次にアレックスです。アレックスも特に防具はつけてなさそうに見えるんですけど、足の部分が同じくキラキラしてるんですよね。なので多分金のレギンスを履いてるんだと思います。手にはハサミを持ってます。続いてエンダーマンです。背が高い感じがよく出てますよね。で手には草ブロックを持ってます。でこの草ブロックがあるので、前が重すぎてブロックがないところでは自立することはできません。稼働する部分は頭と手です。そろそろ目を合わせた時の恐ろしい状態のエンダーマンを再現してほしいですね。それからゾンビです。特に防具類はつけてないようですね。手には木でできたシャベルを持ってます。そして水色に染められた羊です。これよくできてますよね。ちゃんと胴体の替えパーツとハサミがついてるので、こうやって羊の毛を刈ることができます。これは面白いですね。そして猫です。3種類あるうちの1つですね。個人的にはこいつが一番好きだったので嬉しいです。ただ残念ながら座らせることはできません。そして滝の基地です。マイクラで自動で生成される建物ではないんですけど、マイクラらしい部分がたくさんあります。建物自体は逆 L 字型になってます。建物の左側にはテーマの滝があります。その両サイドには作物が植えられてますね。この段差のある感じがマイクラっぽいですよね。ブロックは白でとても綺麗です。なのでおそらくネザー水晶か何かだと思います。もしかしたらコンクリートかもしれません。滝壺には木が生えてます。この木可愛らしいですね。でこの木にはリンゴがなってます。滝には青いクリアブロックを使ってます。とても綺麗ですよね。左側にはカボチャ畑があって、成長して色が変わる様子を再現してます。右側には砂ブロックがあって、サトウキビが植えられてます。こうやって移動させれば成長してる感じに見えますよね。で滝の一番上にはこれなんでしょうね、煙突みたいなのがついてます。建物の正面には扉があります。両サイドにちゃんと松明がついてますね。でこの扉はこうやって開けることができます。で右側にも入り口があって、溶岩エントランスというらしいです。ここに溶岩がありますよね。でこの溶岩こうやって手で動かすことができます。またここにスイッチがあるので、こんな感じでスイッチを押して道ができたら、ここを渡らせれば自動で溶岩が復活するという感じだと思います。ただ実際は手で動かさないといけないので注意してください。で建物の裏側にはこことここに扉が1箇所ずつ計2箇所ついてます。真ん中には巻きつぶしですかね、松明が1つついてます。また建物全体にガラスをイメージしたクリアパーツが使われてます。これ若干色がついてるので色付きガラスですね。屋上には草ブロックが使われてます。こちら側に柵はあるんですけど、こっち側にないので、ここから逃げてしまいそうなんですけど、一応羊を飼うことはできそうですね。そしてこの建物はさっきの正面玄関を中心にこんな感じで3分割することができます。でこの状態にすると、左と右の部分は扉を閉めれば、こうやって個室にすることが可能です。よくできてますね。まずは左側の個室を見ていきます。ちなみに上の草ブロックの屋根はこうやって取り外すことが可能です。で扉を開けると中はこんな感じです。正面にベッドがあって、奥にはこんなものがあります。下は多分本棚ブロックですね。で上はおそらく花を植えた植木鉢だと思います。たった3つのパーツでできてるんですけど、本当にマイクラに出てくる植木鉢っぽいですよね。よくできてると思います。また左側の個室は滝の裏側になります。なので滝を作ってる青いクリアパーツから光が漏れてとても綺麗です。続いて右側の個室です。右側の個室の屋根もこうやって外すことができます。
右側の個室には2階にベッドがありますね。でドアを開けると中にはかまどと金床があります。こっちには溶岩エントランスがあるので火事系のツールを集めてるみたいですね。かまども金床もよくできてますよね。で真ん中のエリアは2つの個室とは違って今羊が乗ってる屋根の部分は外すことができません。ただちょうどこの部分の雨よけになってる感じですね。床はカーペットを使って少しおしゃれな感じになってます。で作業台が3つあるんですけど、おそらくここ倉庫みたいな感じなんでしょうね。なので作業台は他のところに持ってって使ってくださいという意味だと思います。さらに奥にはチェストが2つあります。で壁がへこんでるのでこのままこうやって開けることができます。中には何も入ってないんですけど、上に額縁があってそれぞれ武器と魚がついてるので多分そういったものを入れてくださいというような感じだと思います。もちろん額縁についてるものは自分の好きなものに変えることができるので自由にカスタマイズが可能ですね。このセットのパーツ数は全部で729個です。以上レゴマインクラフトの滝のふもと21134を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。